上の方にすごくいいものあったから、よいしょよいしょ、わあいっぱいある。ちょっと細いかな。ウド一本残していこう。ここな。でこっちもあるから太いのいただいていく。よいしょ、もっとね、もっといけが、もう一本ちょうだい。一本残していくはんで、これとこれね。ウド、やった、天然のウド。うちの庭でも栽培してるけど、天然のウドはまた違うよな。よいしょ、なんかありそうだけどさ、いや、あそこにもウドあったぞ。よいしょ、どんな目してるんだってな。よいしょ、これも、一本だけって難しいな、これな。よいしょ、よいしょ、こうやって土の中に入れたりするからさ、やっぱナイフはさ、ステンレスですよ。わあ、まだあるじゃん、ウド。そこにもある。ちょっと待って。親戚でウド大好きなさ、居酒屋のね、あんちゃんいるからさ、食わしてやるか。去年だな、結婚したんだ。俺はまだだ。誰かこういう生活したいって人いたら、あーまだあるし。ちょっと待ってよ、ちょっと小さいどくじゃん。もうこんな傾斜だよ。よいしょね、こんな傾斜綱なしで登るんだ。今日のハイライトだな、これな。よいしょ、まあ、とってもまたあとほらちっちゃいの出てきてる。よいしょ、ちょっとちっちゃいけどちょうだいよ、お掃除したからさ。よいしょ、さすがにもうねえな。よいしょ、 あったじゃん、下の方に。そこ、あ、ここにもあったじゃん。あ、違う、これ取ったやつだ。よいしょ、あれ、これ取ったとこだっけ。あ、取ったとこだ。よいしょ、こんだけ取りゃありがてえ。今日来たかやったじゃん。よいしょ、ね、これがね、山菜のリュック。ちょ、カメラ拭くか。よいしょ、拭けたかな。これに、大物はこれに入れといてさ。全部取ってしまえばさ、もう少しまた食べれるんだけど、あんま欲張ってもさ、山に恵みをもらってるわけだから、幾分残していこうかなって。でも最近の山菜採りはみんな、根こそぎ取っていくよ。俺がさ、残したやつも、あえて残したやつを勝手に取っ、勝手にっていうか、何も考えず取っていく。よいしょ。まあ、出てくるんだけど、またさ。だけどさ、自然は無限なんて昔の人言ったけどさ、そんなことないからさ、やっぱある程度ね、